今日はもう準決勝か。美咲、試合前の約束。お待たせしました。ついに激闘の火蓋が行くぞ。美咲、日本来い。ピエール、美咲君は俺がフォローする。よし、素早く横にかわす。スライディングで止めた。パス、これは通った。これは通せ。ソーダ君、ロングボールを送る。ここでボールを持った。切り返しでかわした。センターラインを越えて攻め込む。ボールを浮かせて抜いた。僕は突破しただと。ウスト君、激しいタックル。ウスト君、それボールを浮かせて抜いた。ここからチャンスを作れるか。これは見事な個人技だ。もうこの1タイガーショット。これは見事にキャッチ。美咲、行くぞピエ。これが俺のエトワールルーレットだ。そんな、これが美獣のドリブルだ。それ、エースキラー、ソーダ誠が相手だ。キャッチ、貴様ランゾリ、これはキャッチできない。ふん、ほら、パスを出した。キューガ君、スルーパスを出した。ここでパスカット。くそ、油断したか。俺に勝てるとでも思ったか。これで決まりだぜ。渾身の力を込めたキャロンシュートだ。ここだ。若林君、このシュートに反応している。それ、パスを回す。あれ、パスを出します。そう、ピエール君、スライディングでカット。この俺が負けた。マルセル君、ボールを狙う。動かない。切り返してかわした。ジャックだ。このスライディングが決まった。ピエール君、なんという華麗なプレーだ。よし、くらえ。これは大量のシュートだ。見えた。懸命に勝ち出した。やり
嫌がるな、この野郎。ここから打ってきた。ゴールキックです。さらに、ジト、パスを回す。大きくパス。これはタッチを割ります。スローインからの再開です。中軍、激しいタックル。チャンスが決まった。ここからセンタリング。突っ込むだけじゃ僕には勝てない。マイエル君、激しいタックル。それここからチャンスを作れるか。ピエール君、なんというか。行くぞみんな、突撃だ。チーム全員での一斉突撃だ。パントキック、どこまで運べるか。ここでバスケット。ミサキ君、激しいタックル。息の合った連携プレーが見れるのか。短いパスと連携。君は僕が止める。負けるもんか。そこで待ち。わからん、君も大したことないな。激しいタックル。ピエール君、美しいターンでいなした。マサ君、ボールタップ成功。ここで奪った。ピエール君、美しいターンでいなした。かまして振り切った。ここでアスリートに持っていく。ここで顔面ブロックだ。ここからシュートに持っていく。ゴッケ君、豪快にシュート。加藤君、このボールを拾います。やめるな。ここは戻りながらのディフェンス。あっと、勝ったんだ。さあ、前半アディショナルタイム突入。できればいい流れで前半を終えたいところ。ドゴール君、ボールを狙うのは止めない。よし、パスを回す。マルセル君、ボールを奪うことができません。あと、ドリブルを見送る。ウーストくん、スライディングでか。よし、みんな。行くぞ、ピエール。いよいよ後半戦開始。来るのか、ミサキ。ミサキ君、後ろには俺たちがいる。はあ、これは見事な個人技だ。ジョルジュ君、ボールを奪うことができません。あと、ドリブルは見送る。体ごとぶつかっていった。俺の勝ちだ、ピエル。全日本、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。何が何でも。これはドライブシュートなのか。こっちだけは決めるんだ。シュートを放つな。キーパー一歩も動けず。まさに見ろ。あれを決めなくちゃ男じゃない。シュートが決まった。何が何でも。それ、チャンスが決まった。翼君、ボールは友達渡しません。これは南米式のドリブルだ。スライディングで止めた。体ごとぶつかっていった。もらった。ストラッ、中学邪魔だ。敵陣を切り裂く。よし、ここからチャンスを作れるか。見たか、ストラッ。オッケー。体ごとぶつかっていった。それ、さあ、ジョージ君、素早く横にかわす。はっ、どうだ。このタックルは勝ちに終わります。タックルも決めた。ミサキ、チームはスペースにパスを出した。ピエール君、美しいターンでいなした。ナポレオン君、シュートを放った。パントキックで大きく蹴り出した。
ナポレオン君シュートを放った。それカズオ君右へ回す。カズオ君スルーパスを狙う。さあ日本相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。これはごぼう抜きだ。ジャン君スライディングでカット。パスを出します。マサオ君ここで止めた。ピエだけど行くぞ。コイン。何これは。やったやったぞみんな。繊細なタッチでかわした。絶妙な連携プレーを見せつけるか。ワンツーで素早くリバー。抜けると思うな。体ごとぶつかっていった。これで横をすり抜けた。それマルセル君パスを回す。カズオ君激しいタックルかわして振り切った。いくぞ持ち前のバスリックを見せつける。ツインシュートだ。セラタ君これはゴールデンコンビが見せる。おお、ツインシュートだ。これはキャッチできない。ヒューガ君こぼれ球をキープ。ルースト君スライディングでカット。フェレーリ君パスを出します。カズオ君激しいタックル。あっかわした。クロスに合わせにいく。ここか。横っ飛びで鋭いだろう。キーパー止められない。まだまだ行くぞ。この選手は要注目です。よし。うわここか。うわっ。ナポレオン君左へ預けます。ここはパスを出した。かわして振り切った。今だみんなセーフだ。フィールドを制服するのか。うん、クロスは全員が攻め上がる。くそ。ボッシ君そこだ。パスのシュートでゴールを狙う。あ、弾きます。長いパスが通った。ピエール君ボールバカだ。俺が切り返しでかわした。全日本、うん、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。ゴゴール君スライディングでカット。ここは隙にさせません。守備陣の隙間を狙う。これは一騎打ちだ。ボールは高く打ち上がった。空高くで火花を散らす。そう横に飛んだ。全日本ここで作戦を変えてきました。切り返してかわした。これは見事な個人だ。もうこの一撃がタイガーショット。ここか。これは反応しているぞ。アモロ君ボールはまだ生きている。さあ試合も残りわずか。最後まで熱い展開も期待したいところです。これは見事な個人技だ。タイガーショット。このボールを襲う。これは見事にキャッチ。パントキック。どこまで運べるか。このパスは通らない。ピエール君タックルも決めた。全日本勝ちました。チーム一丸となって手にした大きな勝利です。
翼。よくやったぞ、翼。いいか、みんな。しかし個人の…あっ！レオ。え？今日のブラジルは、しかし…はい！さらに…いよいよ明日は決勝、世界。明日、俺はブラ神様。カルロス、バーラは…バーラは自養子になった。厳しすぎ。俺は…そんなカルロス…しかし…カルロスは俺や友人たちの助けを拒…俺たちの住む…俺たちがそれを…そしておそらく本当は明るく…あの頃…なあ、なんだ誰だ、おい、け、おい No！
さあ。決勝戦。よし、みんな、ミーティングを始める。今日のことは、ブラジルのシュートやドリブル、今のカルロ。はい。ブラジルというとこ、そのディフェンスラインの、そしてカルロ、特にロングシュートは強烈で。大変と、攻撃、よし、ちゃ。そして、守備の要のもう一人が、ゴールキーパーのケイジーニョだ。とにかく反応が早くて、見かけによらずパワーもある。それはシュナイダーのファイアーショットからゴールを守り通したことでも証明されている。だからこそゴールの奪いがいがあるってものさ。ええ、ストライク。そんなブラジルだけど弱点はある。ミッドフィルダーのレオはドリブルやパスに優れていて、ディフェンスが奪ったボールをカルロスに供給する役割を果たしている。ただ彼の本来のポジションはフォワード。僕たちの中盤の力があれば十分に勝負を挑める。中盤を制してブラジルの、これが今日の僕と。ここまでは昨日話した通り。え、翼、君にカルロ。俺がか。そうだ、君はチームの勝利はもちろんだが、カルロスとも力い。はい。今日のような大舞台では実力はもちろんだが、そういった精神の充実が勝負を左右することも往々にしてある。今の翼がマークにつけば、翼。三上監督。はい、翼くん。うん。ブラジルは強い。今までつ。はい。よし、行くぞみんな。ブラジルに勝って、この試合。ワン。みんな、我らここで勝って、今日の相手気を引。おう。今日も頼むぞ、ケイジーニョ。任せ。今日俺たちで。うん、でも緊張とかしないのか。するよ。大した。俺の養父バーラは今の俺。じいちゃん、カルロス。ああ、カルロス。さらに今日勝って世界の、はたまた一瞬世紀の椅子。さあ、どっちが勝つのかな。決勝戦だって。でも今日はよろしく。うん、翼。カルロス。
さあ、いよいよ始まります、この一戦。なあ、集まっ、行くぞブラジル、行くぞカルロス、かかってこい翼。ボールを奪うことができません。行くぞ翼くん、ダイブシュート、シュート、ここだ、反応しているぞ。ああ、いい回転だね、ブラジルでもいけるよ。パントキックで大きく蹴り出した。ブラジル、相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。これが翼大空、息のあった連携プレーが見れるのか。ワンツーで折り返す。美咲くん、スペースにパスを出した。翼くん、これは水辺式のドリブルだ。ドライブシュート、一発でシュートでゴールを狙う。キーパー反応できない。翼くん、あれを決めなくちゃ男じゃない。どうだ、何、行くぞ、ドライブシュートだ。パスを回す。コースタ君、ここはパスに切り替えた。思ったよりやるな翼。松山君、ここはパスを出した。このタックルは不発に終わります。まさに走るタックル、なんという破壊力だ。あとドリブルを見送る。よっしゃ、ドリブルを見送る。ジドウ君、ゴールドタイム。ケイジーニョ君、すまんな、ケイジーニョ、簡単に。大丈夫大丈夫、何にも、さあに、もちろん。なんだか不思議だ、うん、すごい、あんなに、俺、ああそうか、だったら。ああ、パスを受けた。翼以外にこんなやつは、モスラーのテクニックを見せつける。翼以外にもこんなやつか。ツインシュートだ。翼くん、息の合った連携から、よし、2人でシュートに持っていった。ボールの勢いも止められない。芸術的なセービングだ。パントキックで大きく蹴り出した。この位置で攻撃を終えた。スライディングで止めた。翼くん、ここで止めた。このタックルは不発に終わります。ボールを浮かせて抜いた。これは見事な個人だ。ボールを浮かせて抜いた。これはまさに全力でキュートだ。体ごとボールにぶつかっていく。ボールの勢いをうまく抑えた。ここは抜かせません。全日本、ここは全力のプレーでゴールを掴み取りました。止めた。ボールは離せない。パントキックで大きく蹴り出した。マサオ君、ここで奪った。やったよ、奪い返した。行け、それ、これが本物のブラジルサッカーだ。激しいタックル。行け、ここは角度だった。パス、これは通った。ここだ、シュートだ。それ、ケイジーニョ君、ボールはまだ生きている。アーサー君、このボールを拾います。ルーカス君、飛んでかわした。ルーカス君、センターラインを越えて攻め込む。カルロス君、ボールを浮かせて抜いた。ここは君に勝つ。激しいタックル、ドリブルで突破。石崎君、ロングボールを送る。ここはパスを出した。両雄、ここで激突。両者譲らずボールは真上で、空中での激突だ。ここでチームを決するか。あと、これは相打ち。ブラジル、カナリア軍団、ここで
涛の攻撃を仕掛けてくるか。どうだ、ここは抜かせません。ふん、切り返してかわした。ルーカス君、ボールを狙うも届かない。チャンスが決まった。俺は負けられないんだ。これは南米式のドリブルだ。アーサー君、ボールを狙うも届かない。ケイジーヌ君、シュートに向かって飛んだ。パスを受けた。クラサ君、激しいタックル。このタックルは不発に終わります。翼くん、しまった。ボールは友達、渡しません。行くぞ。豪快にシュート。ドライブシュート。ここで必殺のドライブシュートだ。ここは抜かせません。果敢なシュートでゴールを狙う。ケンブラに飛びつく。反応するも決まった。いくらでも決めてやる。これはまさに秘密兵器だ。いよいよフィールドに立ちます。それ、ソラスタ君、ここはパスに切り替えた。ブラジルはさすがだが、日本も。みんな、すば、あの部、もうな。はい。いよいよ。あ、それで美咲くん、3年前にも同じこと。うん、カルロスとの10番対決はリードなんて。でも実際にピッチ上で戦って、ロベルトが俺に教えてくれた。ブラジルが翼くんをより警戒。頼んだよ翼くん。翼くん、後半もが。うん、後半は向こうも必死になってくるだ。ああ、後半に向けてフォーメーションとか。余裕をも。そうそう、耳の痛い話じゃが、いいチームだ。試合に出る者もこんない。よし、時間だ。さあ行くぞ、みんな勝って絶対。今の翼は、あの時の翼は、勝つことだけに。いくらブラジルが相手だからって。ロベルトが。注目の後半戦です。ストライク、次々にかわしていく。日本は翼だけじゃねえぞ。これが俺のネオタイヤーコスだ。体を乗せるぞ。すごい、見事なキャッチ。また抜かせません。ほら、このタックルは不発に終わります。ほら、これは見事な個人技だ。メンデス君、ボールを奪うことができません。見事、激しいタックル。いけたい。ショーラ君、パスを回す。それ、松山君、新しい突破だ。タブをぶつかっていった。おれ、サード君、激しいタックル。サード君、横をすり抜けた。カルロ君、鍛えた力を見ろ。打った。
ゾウ君、おたけびを上げボールに立ち伏せれた。この位置で攻守交代だ。カルロス君、ゴール前に持ち込んだ。このパスをトラップ。見事な切り返しを抜いた。コスタ君、激しいタックル。このスルーパスは通るか。バティスタ君、豪快にシュート。若林君、このシュートに反応している。ああ、守備陣の隙間を狙う。力任せか、ブラジルをなめるな。ドリブル。これが俺の南米スタイルだ。ノートの52ページ、カッソに、俺の試合を。ロベルト、ヒャッホー。ヒールリフトで抜いた。翼くん、いきなりエンジン全開だ。メンデスくん、ここは抜かせません。それ後半15分が経過したんだ。ここからラストスパートをかけてくるか。ドリブルでボールを運ぶ。頭とぶつかっていった。長い距離のスルーパス。メンデス君、ここは抜かせません。バティスタ君、ここはパスを出した。サルガド君、ここにシュート。これが若林源三だ。いけ、それは。これは見事な個人技だ。全日本、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。空中でぶつかり合う。メンデス君、この大一番を制する。止めた。さすが若林君です。いけーたい。それ三崎君、繊細なタッチでかわした。こちら日向君に乗るな。シュート。はっ、ケイジーニョ君、ゴールを守った。パントキック、どこまで運べるか。カルワのような動き。それか。ここから長い距離のパスを狙う。カルロス君、ボールを狙うも届かない。翼の力はその程度だ。これでカナリア軍団、ここで怒涛の攻撃を仕掛けてくる。止められるか。ドリブルでボールを運ぶ。それ全日本、ここからカウンターを仕掛ける。このタックルは形に終わります。アーサー君、このスライディングが決まった。これだ。バティスタ君、渾身のシュート。止めた。さすが若林君です。カルロス君、このスライディングが決まった。鍛えた力を見ろ。ここだ。で迎え撃った。このシュートを完璧にブロック。守備陣の隙間を狙う。カルロス君、ゴールを打ち抜く。横っ飛びで反応。キーパー止められない。キーパーが弱いんだ。ヒューガー、見たか。サルガド君、激しいタックル。負けるわけにはいかないんだ翼。それは俺も同じだ。カルロス、ダメだ。フェイントだ。アルベルト君、スライディングでカット。ドリブルでボールを運ぶ。スライディングで止めた。全日本、この試合に勝利。素晴らしいプレーを見せた選手たちに声援が送られます。
さあこれより第優勝チーム第そして注目の大会 MVP翼くんの見事な優勝スピーチの後は
Thank you.